計台の時計機械はアメリカ・インハラード社製です。1878年にボストンの工場より出荷され、横浜港に到着し、札幌まで送られてきました。時計の製造番号は738です。鐘は日本で作られたと考えられています。時計機械は重りを動力にし、振り子によって時計を重ね、特定値純粋振り子式4面時計、時計を動かすための重りはおよそ50キロ。この重りが下へ下がろうとする力を利用して時計機械が動きます。重りには豊平川の石が使われています。重りの力はワイヤーロープによりドラム、ハム車、ダンディ車、アンクルへと伝えられています。ダンディ車とアンクルを合わせて脱進機構という、時計機械全体の動きを制御する最も重要な働きを行っています。約2メートル50センチ。時計機械室の床を貫いて下がっています。振り子は約3秒に1回の割合で往復運動を繰り返しています。3は魔法の人生です。振り子と脱進機は互いに移動しなくて動くんです。振り子の運動はアンクルを返してガンディ車の回転を制御します。またガンディ車に伝わっている重りの力はアンクルを通して振り子へと伝えられ、振り子は止まることなく動き続けます。ガンディ車の回転は歯車の組み合わせにより60分で1回転する動きとなって、2番車より針回し装置の分数軸につながっています。分数軸はさらに上の辺に伸びています。分数軸は上の辺で東西南北両辺の針を動かすための分配装置につながっています。分配装置で分かれた分数軸は文字盤の裏の歯車に乗り、長針と短針を流す。この部分を拾い出す装置と言います。次に鐘を打つ機械の仕組みを見ていただきます。鐘を打つための装置です。時刻に合わせて鐘を決まった回数叩く動きは、すべてこの部分で制御されています。鐘を打つための動力にも、豊平川の石の重りが使われています。重さは約150キロ。ドラムとワイヤーロープでつながれています。鐘を打つ約15分前になると、時計機械は準備動作を始めます。1時間に1回転するカムによって、上げ前レバーが持ち上がります。爪が外れ、ロックが解除されます。移動は、端取りカムに当たって
に人並みする数取り紙の位置が華やかで回数を決めているのです。今の位置がスイスです。以上が準備動作ですが、準備動作には羽の鳴り始めの時間を短くする働きと機械本体にかかる負担を分散する働きがあります。10時です。すでに準備動作を終えている時計機械に羽を打つ本動作を行います。本動作は羽から上げ替えレバーが落ちてロックが解除されるところから始まります。羽根が自由になり重りの力により回転します。羽根の回転とともに種目レバーが上下します。種目レバーの上下の動きがワイヤーによりハンマーに伝えられ羽根を叩きます。シバレバーが羽を叩く回数分の数取り動作を行います。シバレバーの移動が終わると最後ロックがかかり歯車などの動きが行われます。風切り車は歯車の回転する速さを調節する大切な役割をしています。再度、本動作の様子を